こんにちは。神戸市西区の伊川谷整体院の坂田です。本日も動画への訪問本当にありがとうございます。今日お伝えするのは腸の働きを改善していくエクササイズをお伝えしていきたいと思います。この動画をご覧になっている皆さんの中で便秘気味の方はいらっしゃいますでしょうか。なかなか辛いですよね。1日や2日経っても出ないであったらなかなかお腹が張ってしまったり、また気分もちょっと落ち込んでしまったり、しんどくなりやすかったりします。また便秘気味の方というのはちょっと腰痛につながって、腰痛気味の方も多く見られます。また自律神経というのがね、結構乱れやすくなってしまって、気分が悪くなったり、不快感が長く続くということも便秘と関係していると言われています。今日はそれを改善できるエクササイズをお伝えしていこうと思います。腸にはどうしても便が溜まりやすい場所っていうのがありますので、そこを動かしていきながら便秘を改善していくエクササイズになります。では早速行っていきましょう。はい、では早速腸の働きを良くしていくエクササイズを行っていきたいと思います。まず姿勢なんですけども、肩幅に足を広げてリラックスして立ってください。右手は腰骨のところに手を当てていただきます。左手はあばら骨の下のあたりに手を当てていただきます。これが基本姿勢です。この状態で肩には力を入れないんですが、しっかりこの手のところはグッと揉むような形で押さえながら、まず大きく右回りに腰をひねっていきます。これを8回繰り返します。この時にグッとその手の力が抜けないように、しっかりこの当てているところを揉むような形で力を入れてあげてください。8回終わりますと、次は逆方向も8回行います。握ることを意識しすぎて肩に力が入ったり息が止まったりしないようにしてください。このエクササイズを朝と晩1回ずつ行っていってみてください。これだけで便秘が解消されることもありますので、ぜひやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。このエクササイズを行うことで便秘が解消されたという患者さんもいらっしゃいますので、ぜひ試してみてください。今日も最後まで動画をご覧になっていただいて本当にありがとうございました。